五代さん、私お話ししたいことが。この結婚私絶対認めないわよ。結婚なんて1億年早いよ。管理人さん、なんか秘密があるんじゃない。メゾン一国完結編、挙式直前、京子に何が起こったのか。五代君、諦めましょう。西暦1987年春、メゾン一国館5号室の住人五代優作は、管理人音無し京子との結婚を数日後に控えていた。だがここに、その結婚を妨害し一国館の秩序ある宴会の日々を守るために立ち上がった人々がいた。1号室住人一ノ瀬花江、その扇子踊りがひとたび始まるや、いかなる倫理もこのおばさんには通用しない。2号室住人二階堂望む、彼が口を開くとき、微妙な人間関係の機微は全て意味をなくすという。4号室住人四谷、年齢職業不詳、その覗きのテクニックの前にはいかなるプライバシーを持つことも許されない。6号室住人六本木明美、スナックちゃちゃ丸のウエイトレス、その色化を武器に周囲に波風を立てるのを得意技とする。バウ五代さん、私あなたに会えて本当によかった。妨害工作の準備はできた。私絶対に認めないわよ。 As the world looked onEarth's fate hung in balance. The fight for survival now begins. Final battle in... Namikita!オラの星で結婚式を挙げるぞ。どういうことだっけ。この鬼ごっこでアサリマラムを捕まえられぬぞ。世界は破滅じゃ。この面倒に任せろ。宇宙好きだって言ったら捕まってあげるっちゃ。誰が言うか。お前というやつは。ラムちゃん、ほんまにええんか。さよなら。女の子は好きだっていう気持ちを言葉で欲しいっちゃ。京子さん、優作についていてやってください。わしが育ててきた優作をどうか受け取ってください。この結婚私絶対認めないわよ。結婚式まであと2日だけど、京子さんの心がつかめない。管理人さん、なんか秘密があるんじゃない。五代先生と亡くなったご主人とどちらが好きなんですか。スクリーンで初めて明かされる京子さんの秘密。五代さん、私あなたに会えて本当によかった。またいつの日か、メゾン一国。さよなら。女の子は好きだっていう気持ちを言葉で欲しいじゃ。ゆせいやすら。かけて。京子さん、優作についていてやってください。スクリーンで初めて明かされる京子さんの秘密。メゾン一国。